はい、こんにちは。今日はですね、私がやっております歌いを決める、あるいは型を決める、そういうふうな、ことで、の総括的なお話を少ししようかなと思っております。どういうことかと言いますと、歌いを歌う、姉妹を舞う、全てに共通することは自分との対話です。自分の体と常に対話をすることが非常に大切になってきます。歌いで言うならば、七色の声を出すとかっていうところですね、お話もさせていただきましたけれども、自分の喉あるいは体、息の使い方みたいなものが一体今どんな風になっているのかというのを、知っておいていただく、そうすることが一番大切なんじゃないかなと思っております。もう少し歌いのお話しさせていただきますと、歌いというのは、常に一本の線が通っているようなイメージです。上音、例えば弱銀で言うならば上音からスタートします。そして浮き音少し上がって、で、下げで中音へ降りてくる、こういうパターンというのはよくあるんですけれども、これがここここここっていうふうに点で行くんではなくって、常に線を描くように持ってくる。そうすると、縦書きの歌い本にあります節だけで今いる音階からどういう動きをしていくのかというのが分かってくると思います。で、その時にも一番大切になってくるのは自分の今のありようなんですね。声を出すということとともに、音が今どこにあるのかっていうのを常に、考えながら歌っていっていただきたいなと思います。で、その歌いの音ですけれども、ピンポイントのこの点というよりも少し幅があると思います。で、この幅の中、例えば上音だったらこの幅、中音だったらこの幅、下音だったらこの幅みたいな感じで、こう幅が少しあって、この幅の中のどこにいるのかということまで、考えられるようになってきますと、それは音がしっかり取れているというふうになってくるのじゃないかなと思います。例えば、一例を挙げますと、上げ歌の上音、サシの上音というのは、同じ上音なんですけども、音が、少し差しの方が低いです。このように同じ上音なんだけれども少し違うっていうのもありますよね。ちょっとやってみましょう。湯屋の揚げ歌歌っていきます。四十五十の星の今のが弱銀の上げ歌、重体が歌うところですけれども、上音です。では、サシになるとどうなるかというのをやってみましょう。春前には目をって花の広くること早し。どうでしたでしょうか。最初に歌いました四条五条、そして、後に歌いました差しの春前に、イメージとしてはこの扇っていうのがよく分かりやすいかなと思うんですけれども、このこれが上音ならば、この上の方で歌っているのが四条五条、そしてこの下の方で歌っているのが春前に、というふうに、同じ上音の中でも音の違いがあります。で、これを実際の音を聞いて、自分で耳で聞いて、歌えるようになるっていうのは、相当な声量、そして相当な耳の力が必要になってくると思います。と言いますのも、声量がないとこの部屋に対して返ってくる音がわからないわけですから、そういうふうな、現象が起こるかなと思います。で、ですので、その音を実際に聞くことも大切ですし、それプラス自分で今いる音をイメージして、で、ここにいる、このようにお扇子だったらここにいる、ここにいるみたいなものを常に考えてみてください。そうすると今いる音が見えてきます。これが自分を見る力かなと思います。で、ゆくゆくはこれを使ってずっとやっていきますと、世阿弥の言う利権の権
自分を常に離れたところから見れるようになってくるんじゃないかなと思います。でおしまいもそうでして、まあ、前回例えば、立つとい う単純なこと、立つ座るという単純なことをやっていきましたけれども、あのような時でもそうでして、今いる自分の体っていうのが、まあ、鏡を見ずとも自分のイメージを持って、この体がまっすぐに今こう立っているな、体がこうなったりこうなったりしてないなっていうのを自分に常に問いかけるような感じでやっていきます。じゃあこうまっすぐにこうやって立っていった時に一体どこの筋肉を使っているのかというのを、まず最初に例えば鏡を見て自分がまっすぐ立てているなっていうのを確認します。でまっすぐ立てているなと確認したらそれだけで終わるんではなくて、じゃあこの体勢の時にまっすぐに上がってくるには一体どこに力が入ってどのような形を作って動いているのかというのを考えてみてください。そのように考えることによって次に鏡を見ずとも自分の体の中、筋肉との会話ですよね。ここの筋肉を動かせ、ここの筋肉に力入れろっていうような形でまっすぐに立てるようになってきたりします。で、これはですね、私が初めておしまいを習われる方にいつも言うことなんですけれども、例えば信号待ちをしていますよね。そして信号が赤から青に変わりました。その時に出ていく足のを必ず左足にしてください。多くの場合、左足からスタートすることが多いです。ということで、まずそこでですね、頭と体を線でつなげる。信号待ちしてて普通に青に変わった、さあ出るっていうのはあんまり頭で考えて出ていくわけじゃないと思います。その時に、青に変わった、じゃあ左足から、出るぞっていうのを頭から伝達していって、それで一歩を踏み出すようにしていくことが細かいことですけれども非常に大切でして、例えば右手をこの位置からここへ動かしたい、目をつぶった状態であったとしてもここへ動かす、この角度っていうのはだいたいこれが、この体が覚えているっていうのはまさにこのことでして、この角度を自分で、頭で考えないでもその形になっていくようになってきます。そのためには一旦頭を使いまして、ここからここへ動かすにはこの角度を、肩のこの関節ですね、肩の関節を一体どれくらい広げればいいのかっていうのを頭で考えて、そしたら目をつぶった状態でここまでっていうふうに、できるようになってくるかと思います。この自分を常に見ていくという力は、先ほども言いました利権の権という言葉で世阿弥は伝えております。これが非常に大事でして、今の私が申しましたのは実際のことですよね。歌い、声を出す、肩、体を動かすというような実際のことのみではなく、目には見えないものに対してもそれは役に立つと思います。例えば我々でしたら喉を常に使っていくわけなんですけれども、今日なんかですと湿気はあります。梅雨に入りましたよね。非常に湿気があるんですね。湿気があるので喉は潤ってるはずなんですけれども、私は今鼻が非常に具合が悪いんです。それはなぜかと言いますと、おそらくは昨日ちょっとほこりっぽい舞台やったことが一つあったりとか、あるいはその、最近よく飛んでる黄砂のせいであったりとかするんですけど、鼻が、ちょっとこう鼻の奥がですね、こう奥にこうなんかこう引っかかりがあります。で、そういう時は今自分が鼻の具合が悪い、まあ、お薬を飲むとかっていうのも一つの手ですけれども、鼻に声を当てないように歌わないと、鼻がこう声の振動でですね、こう
ブルブルってなってしまいますと、くしゃみが出たりとかですね、鼻水が出たりとかしてきますので、そういうふうにどこを使っているのかみたいなものまで、考えられるようになってくるかなと思います。で、最後にですね、この今言いました一連の自分を知るということはですね、健康法でもあるかと思いますので、自分を知った上で今日朝起きて調子がいい悪い、じゃあなぜなのか、どこなのかというのを分かるようになっていただけると、今、こういう、時期でもございますので、気候の変わり目、今日起きたと状態、明日起きた状態、微妙な変化が生まれていると思います。その変化にいち早く気づいて、あ、今このような感じになっているんだなというのが分かるようになってきますと、例えば暑くなったらエアコンを入れなきゃいけないな、これから熱中症もいろいろ問題になってくると思いますので、エアコンを入れていかなきゃいけないなとかっていうのも、気づけるようになると思います。おそらくは昔の人なんていうのはもっと研ぎ澄まされていたんじゃないかなと思います。今ですと、今言いましたよね、暑くなったらエアコンを入れるっていう非常に、単純な行為で、ある程度人間の体っていうのは通常に保てるようになっておりますけれども、それが昔でしたら暑くなったらいろんなことをしていかなきゃいけませんよね。例えば着ているものを変えるとか、顔を洗うとかね、水でこのここら辺を冷やすとか、あるいは家だったら打ち水をするとかね、そういうふうないろんなことをしていかないといけないわけですので、そこら辺に対しては非常に敏感だったと思います。これは現代人我々が逆になくしていったものかもしれません、ので、それをここに来て復活していけたらなと思っております。今回のお話、体、自分の体を知るということで、歌い姉妹から健康へつなげていっていただけたらいいなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。